皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。大阪からね、今日は皆さんにマジックを見せするために来ました井上雄介って言います。皆さんよろしくお願いします。その通り来ましたね。皆さんお昼食べました？はい。お昼食べた？ご飯食べた？食べた。屋台出てたけどね、いろいろなんか食べた？食べた。クレープ食べた？大きいよね、クレープね。海鮮丼。海鮮丼。ポテト食べた？いいなぁ。そこはなんか、いいね、祭りっぽくていいね。はい。じゃあ今日はね、ちょっと満腹になってもらってからね、今日はマジックね、仏様の前でちょっとマジックを披露させていただきたいと思います。今日はたくさんね、皆さん、ゆうけいさんのマジックを見たことあるって人はどれくらいいる？もう泣くんだもん。ここで、この、はい、この顔なんか見たことあるなって。ここでやったことある？ あるんですね。はい。あ、ちょっとだけね、言ってくれ。見たことある？今日はね、まあ、見たことあるマジックもしてないけど、今日はね、新作もね、ちょっと用意してきたんで、皆さんにね、不思議なマジックをご覧いただきたいと思います。早速ですが、マジックやらせていただきます。よろしくお願いします。おー、今日はみんな元気がいいですね。それでは早速ですけども、一瞬のマジック、まずはこんな、はい、ハンカチ使います。これ何色ですか？赤。ハンカチなのね。はい、ハンカチね、はい、ハンカチみたいな何かですね。怪しいハンカチがありますね。いきますよ、一瞬です。1、2の3をするとわー、あれ、皆さん不思議なこと起こったらね、ぜひね拍手してほしいですね。もう一回行きます。もう一回行きますね。1、2の3
お手伝いしてくれるありがとう。じゃあ今度はですね、ゆうきさん一つね、目に今ね、目に見えるものでマジックをしましたね。目に見えたよね、これ。見えた見えた。見えません、出てますか、これ。はい、次はですね、目に見えないものでね、マジックをしたいと思うんですね。で、この世の中、この、ね、世界には目に見えるものと見えないものがあります。例えば、目に見えるものって言ったら、お寺見えるね。お寺って目に見えるよね。見える。お寺ね。お坊さん目に見えますか？見える。見えるね。お寺見えるよね。じゃあ、お友達は目に見えますか？見える。見えるね、見える。じゃあ、もう一つ聞きます。お友達の気持ちって目で見えますか？想像でわかります。想像でわかります。みんな想像わかる？あ、すごいね。どんまいって思う。すごい。まあいろんな、この世の中には目に見えるものと目に見えないものがある、ね、空気も目に見えないしね、電波も目に見えないけども、人の気持ちも見えません。今日はその目に見えないものを見えるようにしたいと思います。見えないようにするのか。ゆうけいさんはね、実はね、優しいんですね。実は厳しいのか。じゃあゆうけいさんの優しい気持ちを皆さんに見えるようにします。ゆうけいさんのこれね、胸の内よく見ててくださいよ。優しい気持ちになります。優しい気持ちで、みんなの優しい気持ちから、こうするとね、優しい気持ちが見えるようになりますよ。これはゆうけいさんの優しい気持ち。優しい気持ちは思いですからね。物は増えないけども、思いは増やすことができるんですね。思いは思うほど変えて優しい気持ちね、増やすことができます。で、ちょっと優しい気持ち皆さんと思われますね。優しい気持ちはね、ほら、優しい気持ち。ね、ほら、皆さん優しい気持ち持ってるね。あれ、優しい気持ち持ってるね。あらあらあら。皆さん優しい気持ちがあるよね。でしょ。優しい気持ちね。はい、こんなものありました。次はね、じゃあちょっと一人お手伝いいただいて。早かったどうしようかな。じゃあいつも手伝いいただいて、じゃあ今日はお手伝いしてもらおうかな。いいですか？はい、はい、じゃあ皆さん拍手。はい、お名前教えてください。朝日さんね、これね、ちょっと待ってください。朝日ね、これをね、このスポンジを白あ、いやスポンジじゃない、優しい優しい気持ちを調べてみてください。愛してるのないか、大丈夫。みんなに見えるようにしてるけど、これね、こういうところに見えるようにしてる。今優しい気持ちが増えました。じゃあ、あさりちゃん、これね、優しい気持ちをこの人差し指で注入してください。優しくないぞ。嬉しいな。はい、押してください。これよく見といてよ。このね、優しい気持ち、今みんなに優しい気持ちを注入してもらったから、優しい気持ちが。じゃあね、次はもっと次のことしてみましょう。この優しい気持ちね、ゆうけいさんが一つね、握っておきます。もう一つは、これ絶対取られない、しっかり握っておいて、下向けておいてください。いいですか？しっかり握っておいてよ。今、優しい気持ちは増やすことができると言いました。でもね、実はね、優しい気持ちっていうのは伝えることもできます。しっかり言いといてよ。いくよ。優しい気持ちが伝われ。こう思うと優しい気持ちが。よ。まだしっかり言いといて、なんか増えたね。おる。あれ？優しい気持ちが伝わりました。ねえ。はい、不思議だね。はい、こうやってね、優しい気持ちっていうのは増やすこともできます。そして人から人に伝えることもできるから、ぜひね、皆さん優しい気持ちになってお友達と接してみてください。じゃあ最後、これね、優しい気持ちしっかり握って振ってください。振ってください。もっと振って、優しい気持ちになって振って。じゃあみんな見えるようにパッと開いて。おお、優しい気持ちが増えました。はい、ということで、来たんでみんなに差し上げますよ。こんなん持ってきました、ね、これ知ってるから、みんなちょっと、ね
で遅れてるからね、これレコードって言うけど、レコード知ってる？知ってる？レコード知らない。あ、よく知ってる。そう、これね、昔これで音楽聴いてたんですね。こういうものが古いね、ちょっと古いね、こういうね、レコードがあります。今日はこのレコードと、ここに綺麗なね、ミキさんのハンカチ、はい、黄色と赤と青、きれいに持ってきたいけどな、はい、で、このレコードやるケースね、これケースになってます。で、これ今見ていただいたこの黒の黒やね、何色、黒に黒色、黒と赤、これもね、赤入れます。入ったら分かった。で、まずこれね、何赤色になるんだ、こんな感じで入れます。で、おまじないかけると、おまじないは何だろう、おまじないは何、なんていうの、おまじないって、おまじないは耳で割るんですよね。すると、あれ耳で剥げてない、耳で剥げてない、口悪い人がいるな、どこかに、ね、はい、いいですか、これね、赤い、赤い、今度青い、青い、青い、そしておまじないかけると次は何色でしょう。さあね、青に、青に、何色に変わりますか？黄色に変わる。みんなね、よく言われるんです、これね、色変わったけど、この中に黒いレコードまだ入ってるんじゃないのって言われるんで、ちょっとお見せします。これ何も入ってなかったらすごいよね、うん、すごく、お見せします。いきますよ、この中はもちろん何もありません。不思議なね、レコードのマジックでした。どんどん行きたいと思いますよ。でね、今ハンカチでマジックしたんで、よけどもう一個ハンカチでマジックしたいと思いますね。今度はこれ、これ何色ですか？赤色で、今日はこの赤色のハンカチをみんなの好きな色に変えて、赤色で、また何も言ってはい、じゃあ、はい、何色がいいですか？黄色、何色がいいですか？好きな色言ってください。紫、紫はね、今日ちょうど風邪でお休み中やねんね。それ以外でお願いしようかな。はい、何ですか？黄色。あ、黄色はね、ちょっと今コロナですね、休んでもね、黄色もちょっと今出張中やね。はい、ちょっとじゃあみんな、ちょっといいですか、あのね、クレヨンしんちゃんって知ってる？はい、クレヨンしんちゃんが、あのね、大好きなワンちゃん飼ってるよね。そのワンちゃんの話してるの。白がいい。じゃあ白色に変えましょうね。はい、赤いハンカチを入れていくと、お、白になりますね。入れればいいほど、白、色が変わってきます。完全に押し込むと完全に色が、完全に白になります。もう一回行きましょうか、もう一回行きましょうか、もう何回でも行きますよ。次は、次はそう、赤に変わりますね。入れれば入れる、入れる、入れる、大丈夫ですか。まあ、入れれば入れるほどね、あ、全部色が完全に、ね、変わると、もう一回、もう一回行きましょうね。はい、お湯を入れたら何になると思う？何色になるでしょう？白いね。これね、みんなこの中に2枚入ってると思ってます？2枚入ってる。今これちょうど赤いハンカチで一緒に変わろうとしてるところです。じゃあ、開けてください。はい。
じゃあ今日は特別にここもね手を開けたりします。不思議なこと起こってたら皆さん拍手お願いしますよ。いきますよ、3、2、おお、全く不思議ではない。笑おうとしてます。すごい540。今日はお茶碗っぽい。お茶碗。みんなスプーン投げって見たことある？うん。普通によくある。やったことありません。スプーンがねゆっくり曲がっていくってマジックなんだけど、ゆうけさんね本物のスプーンは曲げれないけど、この絵の中のスプーンは曲げれるんですね。ちょっとやってみたいと思いますね。このスプーン、絵の中のスプーン曲がってほしいじゃない？どうやってやると思いますか？曲げますよ。はい。こんな複雑もするけど、もっと簡単に曲げます。いきますよ。はい。ね、ちょっと曲げてみましょうね。はい。じゃあちょっとこれを。変える。ね、曲げます。いきますよ。曲げますよ。曲がりましたね。ご飯が見えた。これ曲がります、皆さん。わかります。曲がってない。曲がってない。わかります。これじゃちょっとマジックだね。じゃあ今日はね、本当に曲げてみたいと思います。いきますよ。ゆっくりこれ開けると、なんと本当に曲がってます。曲がってます。見てきてください。いやね、嘘だね。もう一つマジックやりたいと思います。最後これ。あ、見たことある？ね、見てくれたことある？はい、ゆうけさんお坊さんやからね、皆さんにちょっとお伝えしたいことだけね、お伝えして最後は、締めたいと思います。はい、最後はロープのマジックですよ。ロープ2本あります。はい、よくね、あの人っていうのはね、まあ、最後ね、ちょっとお話しながらマジックを進めていきたいと思うんですが、皆さん聞いてくださいね。人っていうのは比べる生き物ってよく言われるんですね。こう同じようなものがあれば比べてしまう。例えば、お友達が2人いたら、こっちのお友達好きだけどこっちのお友達嫌だなとか、あの子かけっこ早いけどあの子はかけっこ遅い、あの子は背が高い、あの子は低い、高い方がいいんだ、低い方が悪いんだとかね、こうやって物事を判断しちゃう。そんなことしない？あ、皆さん優秀、素晴らしいね。はい。でも人間ってね、そうやって比べてどっちがいいか優劣をつける傾向にあります。こっちの方優劣、ごめん、どっちがいいか悪いかね。はい、どっちがいいか悪いかっていうのを決めつける、そんな心を持ってたりします。これロープも一緒ね、長いロープもあれば短いロープもある。どっちがいいかってないよね。男の子と女の子、女の子と男の子、どっちがいいとかないよね。はい、これと同じように長さも個性ですね。女の子、男の子っていう一つの個性です。長さは違いますが同じ命です、平等です。このロープのようにね。で、そういうことを心から理解し合えればお友達同士はこうやってねつながることができます。仲良くなるよね。そしてこのつながった気持ち大事にすれば、この気持ちをね一つにすることができるね。やってみます。こうすると一つの気持ちで、この一つになった気持ちを大事にすることができれば、人と人との間にこのような和合とか、この人と人とのつながりのこと、和を日本人は何て言うか知ってますか？はいはい、あ、知ってる？あ、知ってる？知ってる。お、縁、一緒？ご縁。ご縁、そうです。二人とも正解。そう、この和のことをご縁っていうね。やった。ご縁ってね、これさっきもお伝えしたけど、ご縁っていうのは目に見えないね。人と人とのつながりっていうのは目に見えません。お友達は見えるけども、人と人とのつながりは見えません。でもね、こうやってお友達と出会ったご縁、これ大切なご縁やね。ただね、ゆうけいさんとここで皆さんお会いできたこともご縁、ここでみんなとみんながみんな出会ったことも、これもまたご縁です。このご縁はね、こっちの俺の仏様がねつなげてくださった、お寺がつなげてくださったご縁だと思いますので、最後はこのご縁を大事にしていただいて、大きな縁に。おお。
皆さんね、楽しんでいただけるマジック頑張りさせてもらいました。ちょっとの時間でしたけどね、楽しい時間になりました。皆さんどうもありがとうございました。